もっと聞いてね MBS。 今ね、番組で白地図を用意しましてね、届いたメール、これ読んでる読んでないも関係なくね、あの県ごとに、都道府県ごとに届いたところは色を塗るっていう作業をしてるんですけど、秋田と山形と高知と熊本と宮崎からのメッセージが今のところないというね状態なんですよ。第一章の頃は確か高知はいたと思うんですよね。単身赴任先の高知から送っていますという方いたんですよね。で熊本も確かあったと思うんですよ。水俣あたりから来てたんじゃなかったかなような気がするんですよ。でその方々はおそらく第2章では離脱したというねことなんだと思うんですけど、今日は聞いてませんかね。あの特に内容はなくてもいいから、番組で読むかどうか分かりませんけど、秋田、山形、高知、熊本、宮崎の方、もし聞いてたら何らかの反応をすると優先的に読む可能性が高いですね、これは。それが証拠にさっき山梨からのメールを読みましたのでね、まあメールの内容も良かったんですけど、あのそれぞれ褒める、じゃあ各県を私はあの本当に47都府県全部行ってますから。でももっと言えば宮崎県は私は出身地ですからね。宮崎県宮崎市の生まれですから、宮崎のいいところに囲まれて育ってますからね。それはもちろんあのこっち来てですね、私はその最初宮崎弁で喋った、大学の時に京都の大学に行きまして、であの宮崎の言葉で最初友達に喋りかけたわけですよね。先生が何言ってるか分からへんわみたいなことを言ってるのに対して、なんか何て言ったんだっけな、なんか、なんか言ったんですよ。でなんか言った時に、え、なんて言ってんのって聞き返されちゃったんですよ。でそこで、あ、そうか、ここはもう言語環境がこんな違うんだと、これは外国に来たんだ俺はと、何を自国語でブツブツ喋ってしまったんだと、わ、これは恥ずべしと思って、自分の喋る方言をこう封印しですね、まあ、封印というかもう伝わらないからしょうがないですからね、喋れないようにして、もう共通語話者にも変貌したわけですね、そこでね、ガラリと。ただやっぱ宮崎はこう朴突とした雰囲気がありましてですね、これはまたいいですよ。あの宮崎県の方言というのはですね、代表的な言葉がありましてですね、のさんという言葉があります、そしてよだきという言葉がありますね、そしてひんだれたという言葉がありますね。これはですね、のさんというのはですね、もうやるのがめんどくさいという意味なんですね、今日ものさんって言ったら、あ、この人めんどくさがってるなと思ったらいいわけですね。で、よだきというね、もうよだきって言った場合、これはもうめんどくさいっていう意味なんですね、これは。で、ひんだれたっていうのは、だれるっていうのは疲れる。で、ひんっていうのはそれを強調している言葉ですから、ひんだれたというのはとても疲れたというんですね。のさんもよだきひんだれたというね、この3つがですね、宮崎を代表する方言として、まあ、大変愛されて、今も使われている言葉なんですけど、まあ、この言葉を聞けば分かる通り、向上心があまり生まれにくいと。九州という地方はですね、明治維新の頃に各県からたくさんの偉人が生まれていますね、それぞれ。そんな中で宮崎県、特に我々が生まれました宮崎市周辺で生まれた偉人はほぼいないと言っていいと思いますね。宮崎県、鹿児島ったらね、大久保利通もいれば西郷隆盛、ここにもいっぱいいますよね。あの大分に行けば福沢諭吉先生いますよね。でも熊本も長崎も佐賀も、福岡もどこもいっぱいいる。宮崎県はもういない、本当に。小村寿太郎という人ぐらいですね、ネズミ宰相と呼ばれた、小村寿太郎ぐらいですかね。それももうほぼ鹿児島寄りの方で生まれた人ですからね、まあ、そういういいところなんですよ、とってもいいところなんですけどね。熊本はですね熊本はですね、私はあの取材で何度か行っておりますよ。熊本市内にも行ってますからね。で、あの、白縫とかね、八代亜紀さんが生まれた八代、水俣にも行きましたね。村下幸三さんの出身地ね。水俣はね、あの水仙という中華屋さんの餃子がすごく美味しかったですね。
夜中の2時頃に食べた記憶がありますけど、夜中までやってるいい店でしたね。でその近くにあのスナックがいっぱい入ってる長屋みたいなのがあってね、ここも楽しくて、近所の工場で働いている顔はさだまさしに似たずんぐりむくりのおじさんがたまたま一緒になって仲良くなって、その人がずっとあれハイローズかなんかの歌を歌っている動画が私の携帯に入ってますね今も、すごく頭振りながら歌ってらっしゃって楽しかったなっていう記憶があります。だって高知はまたいいとこじゃないですか。高知はね、ね、もう高知はいいとこだらけですよ本当に。あの吉田類さんが生まれたのは高知県ですからね、やっぱりお酒強い方多いですよね。島崎和歌子さんも確か高知県じゃなかったね、ですよね。お酒強い方多いですよ高知県の人はね。だからあの食べるものも美味しいしね、人柄も朗らかでいいところですよ、うん、高知城結構立派ですしね、あとミレービスケットとかね美味しいですよ、ね、あとあの柳瀬隆さんの出身地だから、ね、こう電車のこう各駅に柳瀬隆さんの書いたキャラクターがそれぞれの土地を表すキャラクターがこう、ね、書いてある路線があったりとかして可愛いんですよ。ごめん駅っていうのがあってね、そこであの私はごめんの看板バックにあの両手合わせてごめんっていう写真を撮ったことがありますね。いい思い出ですね。山形はですね、夏場に行きますとさくらんぼが美味しいですね。さくらんぼ特に寒河地区ね、行ったことがあるんですけど、寒河のですね、有名な肉そばってのがあるんですよ。夏になると鶏を刻んでそれで出汁を取ってですね作ったおそばなんだけど、ちょっとね山形のおそばってなんか平たいんですね、平麺みたいな感じでちょっとこう歯ごたえがしっかりとあって食べ応えがある。で冷たいおつゆが入ってて、でそこに、鶏肉のこうちょっと煮しめたようなものが乗っかっていて、これがめちゃくちゃ美味しいんですよ。あんまり大阪で食べられるところがなくてね、天満橋の近くにお店があるんですけどね、私よく行きますね。山形はいいところです。そして秋田県ですけれども、秋田は生ハゲがいていいところですね、というですね、まあ本当いいところだらけのですね、この各県、秋田も好きだよ、秋田も大好きですけどね。いい人だったな、きりたんぽ鍋の取材で行ったんですよ、おばあちゃんがね作っててね、比内地鶏の出汁を使って、でセリを入れなきゃいけないですね、冬から春にかけてのお鍋らしいですけど、できりたんぽはねこう杉の木を使うそうです。杉の木にこうお米を潰したものをこう巻いてですね、これを焼くんですけど、町にきりたんぽ屋さんというのがありましてね、私が行った時は大館の町だったと思いますけどね、きりたんぽオートっていう機械があってですね、これはですねコンベアみたいなのにこうその杉の棒をバッてさせるようになってるんです。でこれが細長いロースターの中をぐーっと通っていくようになってて、出てくるときりたんぽが焼けて出てくるっていうね、この機械はもういつまででも見てられるっていうぐらいね、本当各県にはね思い出が深いので、これだけ言ったら何らかの反応があるんじゃないかね。秋田、山形、高知、熊本、宮崎のリスナーの方、もし聞いていましたらご一報ください。そうしますともう白地図が全部埋まりますんでね、どうぞよろしくお願いします。さあそれではこの後はお電話をつなぎます。